今週からちょっとタイトルコールのスタイルを変えましたよ。まあ、ちょっと前までは日記形式だったんですけども、日記なんて長くつけられないんです、僕は。三日プリーストですから、もうちょっとだけ魔法は使いますけれども ね、完全な白魔法使いとかに比べれば、まあ、戦闘も参加できるみたいなところも、まあ、ありますけど、まあ、限界だっていうことで、あと長いし、長いしね。で、一応今週あった事件を一応告知してから番組始めようということで、今週はまあ深田恭子ビンボール事件なんですけれども、まあまあ、ホリプロで年に1回ホリプロ夏祭りっていうのやってるんですよ。ね。で、やってて、で、ほとんどの、そのホリプロの、ゆかりのある企業、レコード会社とか、それからテレビ局、ラジオ局とか、それからあと株主とかも入んのかな、あと出版社関係とか、そういう人たちに対して、ホリプロのタレントを覚えてもらおう、もしくは、1年間こう、お世話になったのをねぎらおうみたいなことで、そういう関係者の家族と関係者だけを、でけえホテルにドカンって集めて、ホリプロのほぼ全タレントが集まって、なんかこう、ちょっとした、文化祭みたいのをねやるっていうイベントがあるらしいんだよね。今年もあったらしいよ。もうホリプロの全タレントがこう集まるらしいんですけど、ね、なんかねやってるらしいね、出たことね。あ、一回出たのよ。一回僕が何年前からホリプロに、もともと僕はフリーだったんですよ。フリーで、汚い、鬼塚タイガーの空き箱の中に捨てられてたんですよね。もうボロボロのね。で、捨てられてて、で、それをホリプロの、小野田さんっていう人が、まあ、ここでね、こういう小虫を助けておけば、後々なんかご利益があるんじゃねえかっていうことで、まあ、小脇に抱えて、まあ、その時にはね、靴の箱の濡れたやつに入ってましたから、後ろの底がボコッと破けて道路にしたたか頭をつけて、変な感じに首はもう曲がっちゃってたんですけれども、まあまあそれでね、もう一回拾い上げて、で拾い上げるのもなんだなと思って、落っこってたトングでこうやって拾って、こうまあホリプロまで連れてった頃ですよ。でもう10年なんのかな、俺10年選手なんのかな、まあぐらい前にホリプロに入った1年目に、その新入団選手ってことで、他は FA 遺跡がいっぱいいるわけですよ。要するにもうある意味でっかい事務所からでっかい事務所へで入ってきた、よろしくお願いしますみたいな中に、もうテスト入団もいいところの、端っこの席として行って、したらさ、見るもの珍しいじゃん、そんなんやってる。どこだっけな、目黒かなんかのでけえホテルの、一番でかい宴会場の庭つながりみたいなところを押さえてて、で、その、日頃ホリプロお世話になってますから皆さんどうぞ遊んでくださいみたいになってるわけですよ。で、ちょっとその庭を歩いてみたら、なんかジジイが金魚すくいの屋台をやってて、またとぼけたジジイなんだ、このジジイが。で、ちょっとそれ面白かったから舞台上からジジイジジイみたいな話をしてたわけ。したらそのジジイが堀会長だと思わねえじゃん。単に水橋でやってると思わねえじゃん。なんかこう、一番偉いのにも関わらずそこにいるのが面白いみたいな感覚は説明ありきじゃん。ジジイお前インチキしてんじゃねえのかとか、お前のポイには不正があるぐらいの話をガンガン言ってたら、周りが笑わねえ笑わねえ。なんで笑わねえんだろうなと思ったら、野郎だよ。野郎の名前がホリプロだよ。ね。野郎ってなんだよ。野郎とはどういうことだよ。っていうことがあったから、それは行かないさ。ね、行けないさ。むしろ行かない方が、ホリプロでの株は保てるさ。で、まあ、行ってないわけです、今回。だ今回はまたなんか盛大だったらしくて、もうなんかこういろんなことやって、でこれが新しい新人ですとか、今ホリプロスカウトキャラバンを一生懸命新しいの選んでる途中ですみたいな、全部やりいいので、いってその出店みたいなのも出しいいの、なんか一食パーティーもありいいのみたいな、新しいので、最後の最後にじゃホリプロ全タレントがね、舞台上にずらっと並んで、ね、最後フィナーレですみたいな、全タレントじゃねえやねえ、全タレントじゃないですよね、俺と荒木サダトラだけいない感じのの全タレントっていうことですよ、がまあほぼ全タレント並ん で前列はやっぱりその深田恭子ちゃんとかいるわけですわ。で後列の方にはもう端っこまで来たっていうんで、これ聞いた話だけど、桑畑から聞いて、桑畑オーラっていう女のね、もうしょっぽい漫才ですよ、しょっぽい漫才、腐ったピーナッツみたいな顔してるやつが後ろの方みたいに並んで、最後は
各自のサインボール、カラーボールにサインボールをやって、こう会場に投げましょうみたいな。でも、フカキョンとかユーカのやつは取りたくてしょうがないですよ、みんな。だからもうごった返してるわけ、前の方は。で、最前列から行きますよ、みたいにやってるところで、その、ホリプロのその、何、お笑い、もう何、吹けば飛ぶようなお笑い軍団ですよ。ね。もう何、ヨレヨレな奴らが、ね、奴らがこういっぱいいる集団、後ろの方の集団が、軽いじゃん。そういう、その何、集まりって、もう、メインでスポット当たってるやつに関して言えば、それはいいですけども、後ろに関すれば、軽いわけですよ。でね、軽かったら行かなきゃいいわけですよ。クビになるだけですから、そんなことは別に。ね、反乱文書で処理されるだけですよ。あいつ言われてみれば、この1年間契約書出してねえぞっていう話が蒸し返されるだけのことですから、行かなきゃいいんですけど、行く、また、その、まだテレビとか出てないから、行くほかない、そこに少しでも顔を売ろうと思って、行こうと思ってる軍団が、こう、テントウムシの冬越しみたいになって葉っぱの裏でその舞台の後ろの方に行ったら、したらクワバタ終わるの、そのクワバタに、まあ、うちの野球チームのピッチャーとかをやってる女だてらに100キロ投げる女に、みんなが後ろから真正面にね、真ん前に無防備な深き心の頭があるわけですよ。元マリー・アントワネットがですよ。今日この今日ってどういう字だよっていう。ねえ、今日この今日ってあの字かみたいな、そういう。あれか王様の王が作りかみたいな、そういう発言を繰り返すことでおなじみのね、深田恭子がいるわけですよ、そこのところに。ユインやめんの？やめねえよ、やめねえよ、全然やめねえ。これは全部じゃあクワバタが言ったことにしますよ。で俺は言ってましたよ。ホテルのボイラー室にいたからみんな気がつかなかっただけで、理念の方を担当してましたから気がつかなかっただけで、でしたらその周りのお笑いがクワバタがもう本当に金京子の真後ろだったから、いわゆる振りでぶつけちゃダメだぞって言って、絶対そのカラーボールを深田恭子にぶつけたらダメダメだぞって言われたらみたいなふりを小さい声でやってたらしいの。したらそのクワバタはもういわゆるダチョウ方式ですよね。押すなって言えば落ちますよ、そりゃね、落ちますし落ちますよね。だけどさすがにこれはやばい、深田恭子だってマリー・アントワネットですよ、向こうは。元マリー・アントワネットですよ。元冬木だったらいいですけど、元マリー・アントワネットですから、処刑になる可能性もあるわけですよ、こっちは。で、やっぱ絶対これ、もうそればっかりはさすがにお笑い根性とかそういう問題じゃないから、周りに、うるさいって言って、シッって言って、もう、エンディング始まっちゃってみんなボールいっぱい投げてるから、持ってるボールをピュって投げたら、ど真ん中に後頭部のど真ん中で、深田恭子ギャーってたらしいんですよ。ギャーですよ、ギャー。アントワネットが、その前がイルカだって、イルカ。静岡で殺されてんだぞ、お前。イルカの追い込みようってすごいらしいよ。熊本桐の桐畑君に聞いたけど、静岡の海岸の向こうの方からイルカがいそうなところに追い込み線がバーって来て、びっくりして、どんどん追い込んでくと浅瀬に来てさ、浜に上がっちゃうじゃんか。そうすると浜で棒持った親父がいっぱい立てて、イルカボッコンボッコンするらしいんですよ。さておきね。さておき。ね、さておきですよ。深田恭子を株主、テレビ関係者全員寝る前でギャーと言われたらしいんですよ。でしかも、周りのお笑いたちにしてみれば、その振りに応じた、クワバタリエは、ね、クワバタリエは全然そんなつもりはないのよ。要するに、当てちゃダメ、当てちゃダメっていう思ったら言っちゃうケースなわけですよ。イップスですよね、いわゆるね、指先に変な力入って、ど真ん中ダメと思ったら、すげえど真ん中入っちゃって、あとは覚えてないわ。ローズが笑ってたみたいな、ね、それしか覚え、今日のトヨタですよ、西武の。ね、あの状況ですから、もう、真っ青になってるのに、周りは、振りに対してお笑い度胸を見せたと思ってっから、ゲラゲラ笑ってるらしいの、もう、クワバタ本当にやっちゃダメだよ、みたいな。のがちっちゃいことで、クワバタ本当にやんなるか、みたいなのが響いちゃってんだって。で、そのままそのホリプロ夏祭りは終わりですわ。で、終わった後食事会みたいならしいんですよ。あのホリプロのタレント全員が入るね。俺はその時ね、
まだ理念にいたんで。あとほら、あれがあった、あの、いろんな、あの、汚れたシーツの回収があったから、まあそこいなかったんですけど、したら、こう集まった時にみんなでまたそんなこと忘れて大騒ぎしてるわけですよ。で、お笑いの方にしてみればさ、そんなホテルの飯なんて食えることないじゃないですか、その下っ端のお笑いは。で、みんなで、その、飯食ってたら、急に桑畑だけの横のところに、富井部長っていう、あの人何だっけ、名前、何部長だっけ、これあの、メガネかけた、とてもじゃないけど、偉い人に見えない人。なんで、その別行のメガネは何っていう、やめんの、伊集院。いや、なんかね、変な話、クワバタリエに負けまいと思ってる俺がいるね、今ね。ね、それ、富井部長はあれじゃん。おいしんぼに出てくる人じゃん。全然違う。それ偉い人が来て、深田恭子の思ってる部の、部制になってるんですよ。こう、なんか、ホリプロってのは、プロダクション南部っていうのがあって、その部ごとにすげえこう、なんていうの、あの、目玉がドカンドカンでいて、そこに、そいつの売れ行きとともにバンバン売れてく、あの、上がってく、のしてく、その、部長がいてね。で、あの、菅井さん、これ飛ぶ鳥落とす勢いですよ。深キョングループですから。で、俺たちのところ、沢田班っていうのは、もうなんていうのかな、みんな集まれ、集まらねえ、乳首もぐぜい、だから、もうそれ、桑畑とかも一緒なのよ。もう、もぐぜいだから、もぐぜいたちがいるわけですよ。で、もうみんなところで、もうわかんねえけど、傷の舐め合いグループですよ。うんだね。それの、その、吹き溜まりですよね。都会裏窓、袋小路ですよ。いっそ死のうか笑おうかですよ。そこにいるわけですけど、その、主流のザ・ホリプロ王道ラインの、その、部長が来て、今日はちょっと来い。って言って、影に呼ばれちゃったらしいんだよ。お前、どういうつもりだ、どういうつもりでお前、ああいうことすんだ、みたいな話にしたら、その横にいた、涙目の深田恭子が、ツタ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 って来て、すごく痛かったです。こういう話になったらしいんですよ。それで、まあ、クワバタにしてみれば、やばい、やばいっていう、やばいって感じになってるから、なんかこっちとしては、いや、本当にあの自分は間違えちゃって、当てちゃっただけなんですけれども、って言ったら、やっぱり京子ちゃんもそこはわかんじゃん。この人が、今ここで、この騒ぎが大きくなっちゃったら、クワバタリエっていう腐ったピーナッツが捨てられちゃう捨てられちゃうわけじゃないですか。ね、あんなもの一回捨てられたら地面でスリーバウンドぐらいして排水口に落っこちるしかないんですよ、もう。ね。で、深田恭子ちゃんが言ったのは、最初から聞いてたもんと。当てるなよから、うるさいから、ブラボーまでの流れを聞いてたと。やっばいこれみたいな。ほんでその時にもうしょうがないから、深田も周りのこの静けさとか、もう深きょんちゃんごめんなさいとか全部に耐えられなくなってるし、私排水口からどこに行くんだろうってことを思ってるからね、思ってるから、分解かな、分解かな、もしくは奥の奥で山椒王に会えるかなみたいな、そういう感じになってるわけですよ。でそれでもうそのもう波間を、その下水の波間を行ったり来たりしてる桑畑にしても沈みたくねえと思ってるから、そこで笑いも起こると思って、申し訳ございませんでしたって土下座をしたらしいの。でちょい笑いが来たらしい。で深今日もちょっと機嫌直したかなみたいなことになったら、今度はその、菅井部長の腰巾着なんでしょうね、王道ラインで上がりたいやつなんでしょうね、それが横に入ってきて、桑畑、そういやさ、この間のホリプロライブでもさ、お前漫才の中にさ、深田恭子太りすぎみたいなネタ入れてたよな。二度ほど波までピーナッツは揺れたらしいね、水面でね。その後静かに沈んで、得体の知れない生き物が飲み込んでいたらしい。うん。で、一つ、あの、粘液質のその汚水に、下の方から小さな泡が上がって弾けたのを見たらしいね。なんかね、それがあいつの最後の、俺はもうあいつに関わんないから、あいつに関わ、これ以上端っこ行ってみろ、ただ置かれないようなところ、もうどうしようもないところだから、そこ、もうそこはもう、もう浮かび上がれないようなところに行ったんで、
いやただね俺の聞いた話では綺麗なストレートだったらしいよ。カラーボール、縫い目のないはずのカラーボールに指先がしっかりかかった100キロもともと投げてるやつだから、あのねジャイロだったっすよ。ジャイロボール、ジャイロボール下からえぐり込むようにバッコーンっていったらしいわ。